Ya, hari ini hujan. Cuacanya sekarang ini di Jepang lagi kacau. Di musim panas, hujan malah datang begitu keras. Hujan deras. Ini kan terlepas. Oh, Iwashita. Oi. Oh. Aya yo. Oi. Bro. Agaru. Agaru. Video. This is my friend from Japan. Aya ku kairu yo. Nanda? Why you so fast go home? Sekoto nai ga. Ha? Nankai? Sekoto nai na. 本当？そこパン。誰休み？休み。ねえちゃん、今日休みだから。休日だから。おお。少ないか。明日の休み。できるプロボ？明日の休み。I'm カレンダー見たでしょ。今赤日でしょ。全部ライン？うん、そう。おお、よかったよ。私今日は休み。明日まで。明日仕事よ。仕事か。明日もいいよ。今日も明日も暇。おお、仕事なの。だから今みんな。そうなんだ。私新宿取りしないで。大丈夫よ、日本人友達。私新宿からよ。悪いようにしないで。違うよ。より私も結婚しましたよ。結婚したの？もうよでしょ。2月時にでしょ。インドネシアでお子さんでしょ。私遊ぶだけよ。反抗した反抗した。何反抗した？結婚しましたって。結婚の、うん、パーティー彼女インドネシアでよ。ああ私遊ぶだけよ、新宿よ。歩くだけよ。あなたセクシーでしょ。私ダメよ。私のお子さんはまだこれよ。それからこれダメよ。これ、インドネシアで私今年多分生まれましたよ。それから奥さんインドネシアにいるの？うん、奥さんないよ。いないよ。今これよ。それから今年パパになってよ。パパになる？パパよ、欲しいよ。いいね。もっと年増えるよ。今年29歳。でも赤ちゃん生まれたらもっと大変になっちゃうからね。本当？子供育てるの。ああ。大変だ。大変けど嬉しいよ。でもまあ楽しいことも辛いことあるからいいんですよ。あなたいつよ結婚よ。いいんですよ。本当、うん、日本でしょ、インドネシアで大丈夫よ。話すことあるって。みんな、全部ライン、かよ。今日も明日も仕事だ、ね。今日は朝から雨よ。それから私、長い遊ぶだけど、雨から私早く帰るよ。ああ、よかったよ。遊びに帰り歩く歩くよ。シャンプー？何シャンプー？シャンプーといい？歩く。そう、新宿からバスよ、さっきよ。バスよ。遊びに行くの？バス、違うよ。ここから、国分寺まで。国分寺から電車でしょ、電車で。これはもう。遊びに行くって？国分寺まで？新宿まで。国分寺駅から新宿駅まで。新宿で遊ぼう。新宿見てみて。気をつけろよ。わかりましたよ。これ。わかる。ところはわかるよ。わかるよ。ところよ。危ないところは歌舞伎町ですよ。そう危ない。これもいるから。それからヤクザがいっぱい。私知りません。これもいるか。なんだけど。本当？ゲーバー。私たち知らないどこ。ホームがいっぱい。新宿。私ビスだけよ知りますよ。ホームは知らないよ。酒飲む酒。私飲まないよ。飲まないって言ってたな。クラブいっぱいですよ。いっぱいだけ。そうでも、それ以上飲まない方がいい。そう お金持ってかれるから。うん、ああ、わかりましたよ。持ってかれるから。本当に、怖いところだから。怖いよ。
Adisang siri mas, Adisang. Adisang? Adisang, Bari Jin, Indonesia Jin no Bari. Adisang? Adi, Adi. Adi? Hmm? こっち にある Adisang だ。違うの？私の友達、その前、教えたでしょ、あなたメッセージ、新宿ダメなんだ、私、うん、初めて、そうです。値段が5000円だけで悪い時に、うん5万よ。私怖いよ。そういうのあるから気をつけてて。そうそうそう。私怖いんだ。怖いよ。すごいね。でもっていうかコロナと一緒だからね。ボットフリートコロナの。あなたも一緒だからね。行かないかな。持ってかれるから。本当その分持ってかれるから。私まだ見たい。まだ行かない方がいい。行かない方がいい。お子さんが。家でが、それからお金が欲しいでしょう、子供。それから貯金よ。これは吸わない。これ私吸わないよ。吸わないよ。セックス吸わない。しないよ。それは、どこ住んでいるの、あなた。こういうとか、どこ都内だから。どこ池袋方面だから。遠いね。地元だから、地元。池袋いっぱいよ。行けるよ。池袋いっぱいよ。遊びに行けるよ。あなたも俺もやばいけど、本当？遊び人だけど。あなた、三浦さん知ります？三浦、ああ。職場ライン？ああ、三浦さん1週間1回だけ池袋よ。行ったら？そうそうそう。やられた。やりますよ。やっちゃった。そうですよ。お金持ってかれちゃう。お金ですよ。だけど、誘う、同じ師匠によ、ダメですよ。そうか。わかる？飲み会、そしたら。すごいね。じゃあね、それから今が上がるよ。気をつけてよ。明日仕事よ。4時朝からよ。朝4時。社長、チェンジですよ。社長、チェンジ。私、初代社長に。優しい、優しいの人よ。私見てよ。課長、その前課長です。これ課長優しいの人よ、私。課長はすごい人なんだけど。課長知りますよ。社長今、優しいよ。優しいの人よ。厳しくて優しい。優しいよ。どっちも。中川課長は、厳しいとケチ。なんか抜けてる。ケチ。なんか頭抜けてる。本当、そうそうそう。考えてやってるんだけど、そうそう。それからケチ。ケチわかる？わかる。見てよ、私たちよ。研修生は、給料は小さいよ。研修生はその前、989円でしょ。今、1000だけ。すげえね。すごいですよ。1000だけ。考えてくれんの、なんか抜けてんだよね。分かってるよ。私たちは本当に仕事が大変よ。よかったな。いろいろ大変なんだよ。いろいろ大変よ。食パンエアコンないよ。暑いよ。俺たちも大変だ。課長も上の人も大変なんです。そうそうそう。面倒見なきゃいけない。あなた嬉しいよ。ところは涼しいよ。食パン37度。飲み物は紅茶だけよ。紅茶よ。だいたいアクアスポーツでしょ。今ないよ。紅茶だけよ。紅茶なんだよ。俺よ仕事場にあんじゃん。仕事がいっぱいでしょ。暑いでしょ。仕事場にあんじゃん。ユースとかね。自動販売とかね。こうしてダメよ。あれでもダメ。ダメ。そこから取ってダメよ。コーヒーの目が覚めちゃう。どうする？ダメよ。目が覚めちゃう。逆にね。ボーナスを足ときに、夏ときにないでしょ。それから、なんだよ、あけぼのよ。私、例えば死ぬどうするよ。でしょ。だけでしょ。会社払うでしょ。例えば死ぬでしょ、うん、今年はもう何もできないと思うね、うん、もう私その前教えてよ。え？すべさん。え？私チェンジとケンジカスパンライン夜勤それからすべさんに言ってでしょ。聞いたよ。中川課長それから聞いて連中源私聞いて連私聞いて榎本中川さん早川その前早川まででしょ、うん、昔もでしょ、うん、みんな返事は OKOK、うん、それは私返事でしょ。渋谷さん
戻ると